お元気ですか、ボクシミです。今回は2023チームジャパンオフィシャルトレーニングカード開封動画後編の9パックやっていきたいと思います。それではね、早速やっていきたいと思います。まずはですね、後編の1パックでございます。バドミントンの桃田賢斗選手でございます。ウェイトリフティングの三宅宏美選手でございます。柔道の古賀若菜選手でございます。レスリングの藤波あかり選手でございます。で、卓球の木原美優選手でございます。続いて、2パック目でございます。ソフトボールの上野由岐子選手でございます。フィギュアスケートの宇野昌磨選手でございます。柔道の阿部詩選手でございます。こちらね、陸上競技のサニブラウン・アブデル・ハキーム選手でございます。で、レスリングの浜口京子選手でございます。3袋目でございます。バスケットの東藤菜々子選手でございます。で、スピードスケートの森重航選手でございます。で、こちらですね、バドミントンの郡司理子選手のこれ限定カードがね、出ましたね、これね。なかなかね、これかっこいいんですが、ちょっとこれ出した瞬間、直筆サインカード難しくなってきましたね。続けていきます。ラグビーフットボールの平野夢選手でございます。で、体操競技の北園健選手でございます。あ、失礼しましたね。ちょっとね、ナンバーをね、調べるのをちょっと忘れてました。こちらですね、99分の84となっております。はい、続けていきたいと思います。4袋目でございます。はい、失礼しました。バレーボールの石川祐希選手でございます。バドミントンの松友美幸選手でございます。で、陸上競技の柳田博樹選手の鏡張りもカードでございます。これはね、CR はね、番ナンバーはね、ありませんのでご了承ください。体操の北園健選手でございます。レスリングの藤波あかり選手でございます。5袋目でございます。水泳、競泳の本田灯選手でございます。スピードスケートの森重航選手でございます。ラグビーフットボールの平野夢選手でございます。スケートボードの青木幸人選手でございます。で、柔道の阿部一二三選手でございます。6袋目でございます。ウェイトリフティングの三宅宏美選手でございます。これはスポーツクライミングの谷井夏樹選手でございます。で、こちら、スピードスケートの高木美帆選手のね、
こちらはね、カードでございます。はい、続けていきます。陸上競技の柳田選手でございます。陸上競技のサニブラウン・アブレル・ハキーム選手でございます。7袋目でございます。スポーツクライミングの谷井夏樹選手でございます。バドミントンの郡司理子選手でございます。柔道の阿部詩選手でございます。龍樹の小林誠也選手でございます。レスリングの金城梨紗子選手でございます。8袋目でございます。ソフトボールの上野由紀子選手でございます。バドミントンの桃田健斗選手でございます。スピードスケートの高木美帆選手でございます。でこちらですね、ラグビーフットボールの平野夢選手のカードでございます。でレスリングの藤波あかり選手でございます。最後に9袋目でございます。ソフトボールの上野由紀子選手でございます。バドミントンの桃田健斗選手でございます。でフィギュアスケートの宇野昌磨選手でございます。で卓球の福原愛選手でございまして、最後はレスリングの金城梨紗子選手でございます。以上で2023チームジャパンオフィシャルトレーディングカードの開封動画後編の9パック終わりたいと思います。ね、直筆カード出なくてごめんなさい。でもね、いろんなね選手のねカードが出て、私はすごく満足しております。またね、別の今度はプロ野球の方のね、カードのね、開封動画、明日ね届いたらやりますし、届かなかったら明後日、やりたいと思いますのでね、よかったら見に来てください。なお私の、メンバーシップでは、私の、よりねマニアックな開封動画を上げておりますのでね、気まぐれですがね、よろしくお願いいたします。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。